安倍総理はウクライナ情勢にも触れクリミアを併合しようとするロシアに対し追加制裁を検討する考えを示しましまた我が国はです、ね、力を背景とする現状変更の試みを決して緩和することはできません引き続き G7 を含む各国と連携しながらロシアに対しさらなる措置を検討していく考えであります 安倍総理は一方で、引き続きロシア側にしっかり働きかけをしていきたいとも述べ、平和的解決に向けて役割を果たす考えを示しました。また、日朝の政府間協議再開については重要な一歩だと述べて、早い時期の再開に期待感を示しました。